ダンゴムシとは、わらじ虫目の動物のうち、陸生で刺激を受けると体を丸める習性を持つ、ものを指す。一般に、ダンゴムシと呼ばれるものは丘ダンゴムシである。行為の土壌に生息して分解者の役割を担い、土壌形成上、一定の役割を果たしているものと考えられており、植生と生態から自然界の分解者という要素が強い。日本では、海岸線、 特に砂浜ではやや大型の浜団子虫があり、森林の土壌ではやや小型のコシビロ団子虫がある。オカ団子虫が多分ヨーロッパ原産の気化動物であるのに対して、これらは土着種である。コシビロ団子虫については研究が待たれ、種のおおむねの数さえよくわかっていない。コシビロ団子虫よりは分類研究が進んでいる。 ガラジムシでも新種が次々に出ている現状から押しても、コシビロダンゴムシにもかなりの種数が存在する可能性がある。全般的に暗所や夜の方が活動が活発である。落ち葉を食べて微生物が分解しやすい状態にする。ダンゴムシは土壌を豊かにする。しかし、落ち葉以外にも農作物の早く木も食べたり、不快害虫としての側面も持ち。 駆除の薬剤も販売されている。漢方では中、ネズミフと呼び、乾燥させた禅、虫が用いられる。利尿作用を、排尿困難、尿量減少に効能があるとされる。コンクリートや踏み固められた粘土質の土など硬い地面の上に置くと、少し息を吹きかけただけで丸まりよく転がるため、子供のおもちゃ代わりにされてきた。踏みつけると、子供の体重でも潰れるが、 柔らかい土の上で丸まっていれば潰されないだけの硬さを持つ。森の生態系の理解に役立つ教材として、小中学校の教科で用いられる。ありと同様、ダンゴムシが地上に大量に這い出してきた時は地震が起きるという広島異常現象が伝承的あるいは迷信的に言われている。ありがとうございます。